イガミリティアは目障りなんだよ。優先が届く位置にいてくれる。そう簡単にはやらせねえよ。大丈夫だ。この程度ならどうってことはねえ。ザースカールを潰すまではどんなことも覚悟の上よ。これの威力ならやれる。キリキだな、イガミーチア。ガンダムと遭遇するとはな。ショットクローだ。そう簡単にはやらせねえよ。大丈夫だ。この程度ならどうってことはねえ。ザンスカールが引かないと言うならやるしかない。光の翼、最大パワの動きが先読みされている。敵のエース級を落とせばいい功績になる。恨むなよ。ここから先に行けると思うな。ビームが効かなくても戦い方はある。このゼータガンダムの火力ならば行け。大したダメージではない。いい動きをしているが、ここまでだな。ここはこれが確実か。もらった。パワーはあっても運動性能が低くてはな。こいつで決めてやる。死ね。無駄なこと。地球人の怖さを教えてやる。こいつで落ちろ。必殺パワーサンダーブレイク。なんというパワーなのだ。私の前に出てくるとは迂闊だったな。そこだ。そう、ダメだったか。目標に向けて攻撃を開始する。しっかり狙えよ。照準絞り込め。攻撃開始。受け止めてみせるさ。キリキだな、イガミリティア。反撃できない。ビームフォースジュニアに続いて。ロングレンジキャノン。そこだ。
ガンダムの噂はやはり誇張されていたか。ガンイージより乗り心地がいいね。こいつでやられちゃいな。ガンダムの噂はやはり誇張されていたか。ニガミリティア製のガンダムなどに、ショットクローだ。どこかで集中できてない。エスパにはやらせん。ここで食い止め。口ほどにもないな、白いやつ。白いやつの角なしが。行け、ショットクロー。当たったか。静かに暮らしている人たちを追い出した。お前たちは、ここはサーベルだ。ガンダム、やはり強い。あの機体、子供が乗っているという噂もあるが、流線が届く位置にいてくれる。見えてるか。避けられる。ドライストレーナーの力を見せます。撃ち方始め。強い。目の前に指揮官がいるとは好都合。タイミングはあった。防御機構は問題ありませんね。その隙は逃さん。フライ !ES ミサイル。くそ、ダメだったか。モビルスーツへの対応はこれで。ディープスラッシャー、行け。ガルを脅かす存在も。離脱の隙を狙う。こいつで仕留める。当たらなければ死なない。その眠そうな目をこじ開けてやるぜ。ダッシュで仕留める。いただけ。流れは向こうにあるのか。反撃開始だ。ちょっとクローだ。いい動きだ、サーティエス。もう俺は戻れないところに来ている。仕留める。見つけ俺。陛下にあだなす不届き者め。もらったぞ。こっちも余裕なんてない。待っていたぞ、この時を。ジェイクォー。故郷に帰ればよかった。アルマと肩を並べて戦う日が来ようとは。まずは俺だ。とどめを叩き込む。
機体が爆発する。グレートマジンガーと剣哲也が相手になるぜ。ブレストバーン。こんなことになるとは。まだ私に役目があるというなら、やってみるさ。直撃させる。こんな戦いやってられるか。戦うことでしか意志を示せないのか。インファンネル落ちろ。これがガンダムの強さか。いかん、これでは狙い撃ちされる。恐怖こそが人間を支配する。流線が届く位置にいてくれる。やっぱり予想通りだった。そういう風に来るのなら軌道が読める。押されたなら押し戻すだけだ。イガミリティアは目障りなんだよ。流線が届く位置にいてくれる。そう簡単にはやらせねえよ。大丈夫だ。この程度ならどうってことはねえ。もたもたしているから。食らいなさい。がミリティアめ、ここまでだとは。さっさと片付けてやる。ショットクローだ。総員、対衝撃防御。敵はこちらのフィールドを破れないようです。今は余計なことは考えない。全部当ててみせる。流れは向こうにあるのか。動力部に直撃させればすぐに片付く。なめるなよ。防御機構は問題ありませんね。敵モビルスーツの接近の阻止を。ミサイルキャニスターを使います。了解。ミサイルキャニスター攻撃用意。女王マリアに光あれ。イガミリティアの抵抗もここまでだ。吉報を届けるために。そう簡単にはやらせねえよ。慌てんな。レシキならまだ落ちゃしねえよ。ダースカールを潰すまではどんなことも覚悟の上よ。メガ粒子砲発射。切り切らな、イガミイチア。出てきた以上、女でも容赦しないぞ。行け、ショットクロー。そう簡単にはやらせねえよ。
大丈夫だ。この程度ならどうってことはねえ。マリア主義なんてお題目を聞く気はないんだよ。物干し竿の使い時だね。落ちな。悲劇だな、ギガミリティア。連邦はペンタゴナの人間を取り込んだか。優先が届く位置にいてくれる。ここは私に任せる。防ぎ切ったようだな。秘密の特訓したんだから行くよ。これでどう？ああ！この程度の覚悟はできている。知っているぞ。あれはガンダムというやつだ。死ね。何はしない。そう簡単にゼータを止められると思うな。ゼータが魂の力を表現するマシンならやってみせる。いけ。これがガンダムの強さか。攻撃する。甘いんだよ。マジンガーのスピードを甘く見たな。ポセイダル軍は叩き出してやる。俺はグレートの力を見せてやる。ロボットだからマジだから。サンダーブレイク。とどめだ。俺のヘビーメタルが！奴らの装甲の重金属は侮れん。ただのセイバーではないのだ。くらえ！この反応、グレートはもう俺の手足の一部だな。来たな、ヘビーメタル。グレードブースターを射出してくれ。全速で行く。今だ、ブースター発射。もう無理だ、爆発する。作動してくれたか。この機に敵機を落とすぞ。メガ粒子砲発射。センサーに異常が出たか。ここは大物狙いで行く。警戒を。次が来ます。ポセイダル軍の進行を阻止します。撃ち方始め。こんな戦いやってられるか。ワンオフのカスタム機、いい獲物だ。そこか。
超合金ニューゼットのボディは伊達じゃないぜ。ポセイダル軍は叩き出してやる。嵐を呼べグレート。いい動きをしているが、ここまでだな。やってみるさ。直撃させる。故郷に帰ればよかった。いい動きをしているが、ここまでだな。やってみるさ。直撃させる。奴らの装甲の重金属は侮れん。こいつで決めてやる。死ね。装甲の厚いところで受ければこの程度で済む。手ぶらで返すわけにはいかないが、グレートの力を見せてやる。切り裂け、サンダーブレーク。期待を捨てるしかない。ガキの貴様に何ができるってんだ。悪いが、落とさせてもらう。私に任せろ。ジェネレーティングアワー、出力最大。ペンタゴナの戦果を広げるのはやめろ。最大出力でいく。開始する。エネルギー集めて監視に回す。そ
遅かったな。これでこれほどまでに力の差があったとは。ジガミリティアの艦を沈める。ショットクローだ。大丈夫だ。この程度ならどうってことはねえ。ザンスカールが引かないと言うなら V2 のハーベルで。あの光の翼に飲み込まれる。奴を叩けば大きな功績となる。ショットクローだ。そんなのなんか。ミサイルキャニスタースタンバイ。目標インレンジ。ヘビーメタルは動きが速い。ディープスラッシャー、行きなさい。うわー、ギロチンなんてのはまっぴらごめんだぜ。リーフスラッシャー、あいつを切り裂け。やられた。ペンタゴナの戦果を広げるのはやめろ。ここはセイバーを使う。とどめだ。まだまだダメージは許容範囲内だ。戦場で俺に出会ったことを悔やむがいい。悪いが落とさせてもらう。やった、さすがだわね。運が良かっただけさ。あとは任せてもらおう。うわ、やりおったな。異星に生まれ地球で戦うとお互い数奇な定めだ。俺がメーザー王、俺が本命だ。やってくれんじゃないの。このまま逃がせるかい。ねえ、当たれ当たれ当たれ。装甲一枚持っていった程度だな。急だろうとヘッドライナーの腕がなくてはね。連続で行くよ。覚悟。まだまだダメージは許容範囲内だ。叩き潰してやる。悪いが落とさせてもらう。沈め、雑魚が。そんな落としで
その隙は逃さん。ジェイクオの力を見せてやる。サンダーブレーク、とどめだ。セオリーが通用しない相手か。悪を打つ攻撃を厚くしろ。懐に入れるなよ。足惜しみはいらん。打ちまくれ。相手の勢いを殺す。迷いは自分を殺すことになる。やってみるさ。直撃させる。覚悟を何をしている。応戦しろ。急速回答。この位置を離れろ。気づくのが遅かったようだな。ここはこれが確実か。もらった。覚悟を何をしている。応戦しろ。向かってくるのならその力を奪う。ゼータを通して俺の力が広がっていく。俺の体を通して出る力を遊びでやってんじゃないんだよ。俺の後ろに下がれ。これがガンダムの強さか。知っているぞ。あれはガンダムというやつだ。ガードが甘い。いい攻撃だ。機銃で応戦しろ。そんな奴とどうやって戦う。モビルスーツ相手と変わらないはずだ。位置確認。ミサイル着弾予測。その位置やれる。発射。そこ。当たれ。永久モビルスーツの力見せてもらったぞ。装甲はそれほど熱くないようだな。いいところにいてくれた。野が遅れた。援護だ。急げ。対空機銃操作開始。よりも命が惜しいが。他にいくらでもやり方はあるはずだ。そっちがそう来るのなら。いかん。脱出だ。各砲座に通達。射程圏に入りした。撃ち方始め。了解。過去に敵を撃破させます。ミサイル全発射管を開け。あー
奴から感じる異常なプレッシャーは。いい加減にしろ。そう簡単にはやらせねえよ。なんてことはない。ザンスカールが引かないと言うなら、翼の出力を限界まで、最大パワだ。脱出を。セオリー通り指揮官を落とす。ショットクローだ。そうはさせない。足を止められた。後には引けねえんだ。休まず打ち返せ。照準絞り込め。砲撃開始。やられた。ガンダムと遭遇するとはな。優先が届く位置にいてくれる。少尉をサポートするんだ。無駄なことを。主義者のやり方は過激すぎるんだ。近い。だったら食らえ。こちらの予測と逆だと。宇宙漂流で味わった恐怖を教えてあげるよ。メッチェと同じところに行ってもらうよ。そう簡単にはやらせねえよ。その程度の攻撃では全く効かねえよ。あのビームをかいくぐらないと。ロングレンズキャノン、行ってしまえ。悪あがきだね、坊や。あいつから落としてやる。ただのセイバーではないのだ。無駄なことを。この木に鉄器を落とすぞ。メガ粒子砲撃て。持ってくれよ、俺のヘビーメタル。一発で仕留める。まだ私に役目があるというなら。
やってみるさ。直撃させる。俺の実力を思い知るがいい。これでとどめだ。勢いだけでは。走るんでね、このグルーンに勝てると思うな。確かに気を切る。ふう、そうきたら。ギリ、人を不幸にして生きるのならバッサーランチャーを出そう。機体の破壊力は侮れんぞ。レーザー砲でスクランブル。この程度は受け止める。地球人の怖さを教えてやる。こいつで落ちろ。だけどわかるべ、燃える友情。必殺パワーサンダーブレーク。うわー、こちらの戦術が通じない。ここで本艦が敵戦力の中核を叩く。確保、カッコに迎撃だ。お前の攻撃は覚悟が足りない。ここは大物狙いだ。グレートの力を見せてやる。切り裂け、サンダーブレーク。バカだ。なんというパワーだ。目標に向けて攻撃を開始する。しっかり狙えよ。照準絞り込め。砲撃開始。手応えは不確かだったろ。好き勝手やった報いを受けな。これで首を落としてやるさ。遅かったな。ユーフォースジュニアに続いて、ロングレンジキャノン、行ってしまえ。他の女に見とれちゃ目の前の女に無礼だろ。
分かってる。邪魔するんじゃない。手応えは不確かだったろ。あちこちにガンダムがいて邪魔なんだよ。メッチェと同じところに行ってもらうよ。鈴の音の手所をたどれば。人類の意思統一のためこの戦争を終わらせます。1番2番衝撃砲攻撃用意。了解。1番2番衝撃砲攻撃用意。目標インレンジ。撃ち方始め。見込みがありそうだね。調子に乗るのもここまでさ。そろそろ終わりにするよ。先ほどの攻撃による被弾箇所なし。それは何よりです。ドライストレーガーに続くぜ。とっておきを見せてやる。こいつで足止めして落ちやがる。こっちの動きを読んでるのか。相手してやるぜ、ガンスカール。リブスラッシャー。こいつで決める。お前はまだ抵抗する気か。さあ、今度はこっちの番だ。ビームに驚いた時には死んでいるよ。さっきのはギリギリだったかな。最適な対モビルスーツ戦術でディープスラッシャー終わらせるか。楽しみはこれからさ。好き勝手やった報いを受けな。そろそろ終わりにするよ。なるべく小さな動作でかわす。永久だろうとヘッドライナーの腕がなくてはね。連続で行くよ。覚悟。ダメージが大きすぎるか。俺の相手をするとはいい度胸だ。悪いが落とさせてもらう。腕もヘビーメタルも永久なのよ。その隙は逃さん。全員お許しください、岩座様。
どんな永久にだって急所ってもんがあんだよ。女の一年見せてやろうじゃない。当たって。無意味なんだよそんな攻撃。私は趣味でやってんだからさ、落ちるんだよ。見かけ倒しじゃない。協力しよう。抵抗やってくれんじゃないの。のために無駄死にする気か。まさにエネルギーを増す。終わりだ。撃て。もらったぞキャブレ。触る男だ。反撃不能だと。えひ、私としたことが。わかるぞ。今ならば。ゼータを通して俺の力が広がっていく。俺の体を通して出る力を遊びでやってんじゃないんだよ。先読みされている。こちらの動きの先を行かれている。行けショットクロー。そんなに出張ってくるとやられるぞ。カミー、いい攻撃だ。手法発射。モビルスーツ相手と変わらないはずだ。近い。だったら食らえ。こうなったら破れかぶれだ。知っているぞ。これはガンダムというやつだ。いい距離だ。来ると分かっていたのに。これは何を。チャンスを逃すなよ。従軍に続いて攻撃を。メガ粒子砲撃て。俺のヘビーメタル。任務を遂行せ。そのためには近い。だったら食らえ。これがガンダムの強さか。対処の仕方はヘビーメタルと同じだ。回避が遅いんだよ。
を持ってやるしかない。勝利の援護をするぞ。メガ粒子砲発射。ここでは出世は無理だ。まだ私に役目があるというなら。手見るさ。遅い。警戒が必要か。モビルスーツ一機で何ができる。レーザー砲撃て。勝敗を決するのは機体の性能差ではない。先の攻撃に耐えたとしてもこれならば。やってみるさ。直撃させる。応急処置を急がせろ。最優先で叩く。マジンガーブレード。あと一歩でイワナ殿が世界を握るというのに。あの機体の破壊力は侮れんぞ。レーザー砲発射。向こうの熱いところで受ければこの程度で済む。幹部といったところか。ゾンダリアンだった頃の私のようだ。イエスミセル発射。針を変えないとまずいね。これでおしまいだね、本当のさ。ねえ、当たれ当たれ当たれ。そうきたら。楽しませておくれ、坊や。メッチェと同じところに行ってもらうよ。そう簡単にはやらせねえよ。その程度の攻撃では全く効かねえよ。あのビームをかいくぐらないと。ロングレンジキャノン、行ってしまえ。私が隙を見せたっていうのかい、坊や。俺の実力を思い知るがいい。これでとどめだ。手触りが沈め。グレートのダッシュ力なら当然だな。俺はお返しだ。グレートの力を見せてやる。サンダー、とどめだ。俺の代を助けた代償は払ってもらう。英雄
う気取りでのこのこ現れるなんて虫唾が走るんでね。このグルーンに勝てると思うな。13人衆の力はこんなものか。グルー、人を不幸にして生きるのなら、バサラジャエネルギーイン。このままじゃ不利じゃないか。いけるか。やってみるさ。直撃させる。なぜだ、なぜ私の船が。いい動きをしているが、ここまでだな。やってみるさ。直撃させる。いいか、全力で本館を守り抜くぞ。ここで本館が敵戦力の中核を叩く。レーザー砲で情けないのは機体かパイロットか。迷いは自分を殺すことになる。やってみるさ。直撃させる。キワザ軍にエゴアレ。あいつのビームには要注意だ。このビームは強力だよ。もらった。楽しみはこれからさ。調子に乗るのもここまでさ。これで首を落としてやるさ。甘く見てもらっちゃ困るね。援護射撃だ。分かっているな。行こう、一斉発射。やっと本調子になってきたよ。あのキャノンに当たったらひとたまりもないぞ。そいつを使う時が来た。行け。躍起になって追ってきてくれるじゃないか。あちこちにガンダムがいて邪魔なんだよ。これで首を落としてやるさ。コツがあるんだよ。我々も攻撃するぞ。いいな。超人絞り込め。ネガ粒子砲発射。躍起になって追ってきてくれるじゃないか。
リナ・ミリティアはあなたたちに決して屈しない。これの威力ならやれる。少しは見込みがありそうだね。相手をしてやるよ、リガ・ミリティア。そろそろ終わりにするよ。ギロチンの執行に、ここで援護射撃行くぞ。味方に当てるなよ。照準絞り込め。攻撃開始。躍起になって追ってきてくれるじゃないか。ザンスカールの好きにさせてはためらってる場合じゃない。やってみせる。そこ必死だね。涙ぐましいほどに。やり逃げが許されるわけないだろうが。リームに驚いた時には死んでいるよ。戦場では臆病なぐらいがいいから。遊軍機に続きます。重粒子衝撃砲攻撃用意。了解。重粒子衝撃砲攻撃用意。目標インレンジ。1番2番撃ち方始め。楽しみはこれからさ。相手してやるぜ、ダンスカール。やるぜ、ヒュッケバインサーティエス。ブラックホールキャノンセット。こいつで終わらせる。フルインパクト。世界未練はないが、調子に乗るのもここまでさ。これで首を落としてやるさ。そういう攻撃は見飽きてんだよ。ヒュッケバインに続きます。衝撃砲1番2番攻撃用意。了解。連装衝撃砲1番2番攻撃用意。速攻データ確認。相対速度合わせよし。撃ち方始め。命の光、ギロチンの歯も光る。静かに暮らしている人たちを追い出した。お前たちは母さんのガンダムなんだ。 V2 を信じる。最大パワー
の加速だ。これで決める。坊や、本当に可愛いよ。坊やの相手はこの私がやるんだよ。鈴が居場所を教えてくれる。被弾しないに越したことはないよね。我々も攻撃するぞ。いいな、超準絞り込め。メガ粒子砲発射。光、命も光、命の歯も光る。ガトリング砲攻撃用意。撃ち方始め。柱への義理もある。まだやるさ。やり逃げが許されるわけないだろうが。リームに驚いた時には死んでいるよ。私の読み通りです。貴様、宿敵との決着はつけずともよいのか。まずはこれだ。とどめを叩き込む。やるではないか。俺は一人で立派にやってみせている。どうだ。戦場に出るには早かったな。こちらレッシー、サポートに回る。パワーランチャーで。悪あがきはよすんだな。どんな永久にだって急所ってもんがあんだよ。見てらっしゃいよ。あたしにもできる。いけ。ことなのさ、嬢ちゃん。邪魔だ。どけ。やい、ケタッピ。待っていたぞ。この時を。イエスミサイル発射。こっちだって永久ヘビーメタルなんだから。一気に詰める。可愛くない女だね。ねんねが二人でかかったってこの私にはかないっこないよ。落ちるんだよ。戦いってパワーだけじゃないんだよね。協力しよう。イエスミサイル発射。投げ。そう好きにはさせん。マスターランチャーを出すぞ。
志の低い奴はもうこれまでだ。あばよ、ダバマイロード君、生意気なのだよ。何をグラップル、ギャブレットギャブル。その隙は逃さん。テイクオール。乗れ、よくも。異星に生まれ地球で戦うとお互い数奇な定めだ。まずは俺だ。とどめを叩き込む。乗れ、よくも。君もとことん運がないな。来たり、そこか。そうきたら。けじめは自らの手でつけさせてもらう。やってみるさ。総員退避、総員退避だ。直撃させる。この程度で引くわけにはいかんな。力押し以外の戦い方が私にもできると教えてやる。来たり、そこか。機体に異常は見られんよ。人の怖さを教えてやる。グレートのとっておきを見せてやる。フルスピードだ。グレートブースター、行け。俺がここで。タイプだろうと逃がしゃしないさ。メッチェと同じところに行ってもらうよ。そう簡単にはやらせねえよ。弾幕薄いぞ。回避運動を一つ打ち返し。今度はこっちの番でしょ。長距離キャノンなら V2 だって。ごめんなさい。坊や、本当に可愛いよ。ダバマイロード知る。美しかったと言ってやろう。行くぞ勝負。ここは私に任せろ。振り切れなかった。ペンタゴナの戦果を広げるのはやめろ。セイバーなら勝負。終わりだ。手段を間違えた人間が平和を語るな。インファンネル。
もらった。それでこそ生きてきた甲斐があるってもんだ。白いやつは全部私が仕留めるよ。リームに驚いた時には死んでいるよ。そう好きにはさせん。バサランチャーエネルギーイン。そこ、ダバメ、お前との腐れ縁はお限りで切ってやる。もらった。何を狙ってる。ギャブレットギャブレ、あとは任せてもらおう。テイクオン。この程度で引くわけにはいかんな。ビームが効かない相手とは厄介だな。インファンネル落ちろ。なんと、だがこれくらいではこの距離では反撃できん。
んな A 級にだって急所ってもんがあんだよ。女だからって舐めてたらひどいよ。いけ。悪あがきはよすんだな。アンネリアアーム、邪魔をするな。そこだ。当たんないようだ。あとは任せてもらおう。テイクオン。おのれ、よくも。ペンタゴナの戦いを持ち込んで一気に詰める。このまま恥をさらすぐらいなら死んだ方がマシだ。レッシーだな、覚悟。美しくちびたまえ。私だって元十三人衆の一人だ。これくらい。にエネルギーを増す。終わりだ。撃て。もらったぞ。ギャブレ。何？そんなバカな。勝負あったな。